異界に女神が紹介あっちゃー、やっぱり男どもが集まってきとる。きっと女神の噂を聞きつけたんじゃな。カクカのやつなんて完全に女神を口説く気じゃ。ニヤニヤしよってからね。おや、秀吉殿、あなたも永遠に美しい女神に会える。いいのかな、紹介。カクカが先に会っちゃって。女神と共に美酒を楽しみたかったけれど、諦めるしかなさそうだね。よっしゃ、強敵が一人減ったね。両刀も来とったんか。あいつはかなりの美男子、女神もなびきかねん。太陽が槍にかけ、来たれ。うるわしの女神はあそこか。バレた狼殿に囲まれてかわいそうだ。このうるわしは必ず救い出す。待っておれよ。な、うるわし殿たちも見に来たのかい。あの城にいるっていう名王へ。なあ、紹介、妖刀が名王になってまうぞ。あいつを先に行かせていいか。いいわけがないだろう。芸術は私の前にのみ広がっているのだから。ああ、もう帰ればいいんだろう。この腕が上がるよう頼みたかったってのに。私と出世を競おうとは相手を間違えたな。おはぁ、孫一のやつ城の前に陣取りよって。ああなるとてこでも動かんやつじゃからな。おう、来たか秀吉。分かってるぜ、お前も俺と同じ世界一の目。紹介、孫一は世界一の傭兵、そして世界一出世にこだわる男じゃ。傭兵ごときがこの私の邪魔をしたこと後悔させてやるよ。はい、だ解散するしかねえ。覚えてろ秀吉。許せ孫一、いつか必ず寝合わせはする。妙だ、皆が何かを言う前にあの男が口を挟んでくる。探索まで来とったんか。あいつは無自覚の女たらし、追い払わんと。妖が槍にかけ、おい、秀吉殿たちも花を探しに来たのですか。それにしては随分人が集まっているようですが。紹介、軍神の息子が現れたね。この気品に明達の神様も気に入るじゃろうな。ただ花を探しに来ただけなのに、ひどい目に遭ってしまったか。軍神の子、その立場に甘えた結果だ。ちょっと私の感覚に何してんの。絶対許せないんですけど。探索の盗賊が怒っとるで。なんとかしてくれ。来たれ推理。探索を傷つけるなんてありえないんですけど。なんでこんなことするわけ。それは栄達の記憶に留める。それにしてもなぜ戦う必要がある。ああもう最悪、こっちは何も悪いことしてないし。あ、すまん、本当にすまん。
男には譲れんもんがあるんじゃ。ヒサヒデ、女神相手に生命の神秘の研究を。いや、ダメじゃん、ダメじゃん。おや、秀吉ではないか。我が輩の研究の見物かね。苦しき者め、彼らにて無双の武を示せ。はい、生涯こいつを城に入れたら神様がめちゃくちゃにされてまう。倒してくれ。このひねくれ具合も気に入った。いつか我が輩と組めるといいね。それじゃ。誰があんなくだらんやつと。集まっていた男どもは一掃したね。これで夢のご対面。美しい女神とやらはどこじゃ。わしの主治に君に加えてやるわ。また厳しいのが来よった。生涯頼むで。女神、英達の神ではないのか。暴君の塔だ。存在しているだけで目障り。さっさと消えてもらおう。生意気な若造め、細切れにしてやるわ。麗しの女神がそばにいるというのに。今度こそ邪魔者はいなくなったね。活躍した甲斐があった。わしらに会いに来てくれるとは。おーい、わしの麗しの女神、こっちじゃ。私を騙していた秀吉殿。あっちは紹介。いや、これはじゃな。その私に無駄な時間を使わせるとは。帰らせてもらう。申し開きは後ほど聞こう。な、え、さ、ま、メメ、こんな大事な時に女神に会いに行ったんだって。うん、超特大のお仕置きだよ。無双の分を示さ。はい。なぜ私まで逃げねばならん。私を差し置いて目立つといい動き。してもらいます。秀吉様。よかった。戦もはかどるわ。私を差し置いて目立つと、いい度胸。よかった。戦もはかどるわ。清正、分かってくれ。美女に目移りするのは男の性なんじゃ。俺には分かりません。セネネ様という立派な奥方がおられるのに。
おい、なぜ私を追う。お前の夫の教育の方が先じゃないか。口の聞き方がなってない子だね。死のこと言わず反省しなさい。この女も話が通じない人種だ。なぜ私ばかりがこんな目に。ひどいよお前様。無双の分を示さ。後でたっぷりお説教だよ。すまんネレ、この通りだ。せめて一目女神を見たいんじゃ。これぞ無双。私を差し置いてあげる。いい度胸。ずいぶん日韓のある神でよかったじゃないか。あとはどうぞご自由。普通になしじゃろ。はあ、そん。喜ばしいことだな。